メディカルのケアのところだったり、うん、食事のところだったり、うん、まあ、全てが本当に一流になっていた。大会のチームと比べても、うん、全然遜色ないむしろ優れているところっていうのは、それをさ自信持っていいですね。そうですね、本当に自分は海外に行ってすごい怪我で苦しんだんですけど、まあ、そういう面でもやっぱマリノスはメディカルもしっかりしてますし、うん、まあ、本当にありがたいですね。で実際のマリノスに来て、去年7月ですか、どうですかマリノスの入っていて、私のフットボールを拝見して、はい、いや、まず、うん、そうですね、サポーターの方々がまず素晴らしい、サポーターの方々、はい、もう本当にまあ、ホームはもちろんですけど、まあ、声も出せない中で、まあ、本当にサポートしてくださってますし、まあ、アウェイの方にも、ね、多くの方がいつも足を運んでくれているので、まあ、すごい本当に日本を代表するチームだなというのはまず思いますし、まあ、プレーの面でも本当にスピード感あふれて、まあ、自分もちょっと適応するのに時間はかかってしまいましたけど、まあ、本当にレベルも高いですし、まあ、改めてサッカーを一から学んでいるというか、はい、楽しみにしてもらっています。まあね、本当去年加入して、そして今シーズン本当コンディションすごくいいなっていうね、もうサイド、マリノスのサイドっていうのはいろんな選手いますけど、まあちょっとね、サイドのこうスピードって言ってもテルとはちょっと違うスピードがあって、はい、本当マリノスの新たな武器だと思います。ありがとうございます。うん、皆さん嬉しいですよね。これはね、マリノスが望んでた、J リーグが望んでた、日本中が望んでたことだったんですよ。浦和戦、初ゴール。ね、はい、もう本当に嬉しかったですよね。あの試合はワンゴールだけじゃないですよ。アシストもしてますよ。でも、奪ってあげられなかったですよね。なかなかね。そうですね、まあ、勝ちたかった試合ではありましたけど、うんうん、まあでも、まあ、得点取ったことを嬉しかったんですけど、うん、何より得点をした後、うん、選手が喜んでくれたというか、うん、まあ、そこが本当に一番嬉しかったなというか、はい、まあ、ベンチのメンバーも含めて、はい、まあ、サポーターの方々も含めて、はい、まあ、試合後にもいっぱいメッセージをいただきましたし、うん、まあ、そういう瞬間を分かち合えたことは本当に良かったなと思います。僕は知ってますよ、はい、得点決めて、はい、ベンチの方に入って走っていったんですよ。そしたら、もちろんベンチの選手たちが出てくるじゃないですか。テルとね、頭ごっつくいました。皆さん知ってます皆さん知ってます。いや、もうね、相当僕も喜んでたんですけど、まあ、テルも喜んでくれて、うん、そう、どっちもお互いになってますね。どっちが行くのになって、めちゃくちゃ頭ぶつけて、一瞬本当にグラッとしてあのね、テルは息子がね、ほんとに行きましたよ。めっちゃ痛がってましたからね、うん、翌日まで引きずるぐらいの頭突きしてましたね、実は。まあ本当、本人もご自身もね、ちょっとほっとしたんじゃないですか、あの試合、ちょっと結果出たっていうか。そうですね、まあ本当にサポーターの皆さんも、まあ、待ち望んでくれてた瞬間だと思いますし、まあ自分自身も本当に、なんとかチームに貢献したいっていう思いがあったので、まあなんとか1点、まずは取れてよかったなと思います。あとはね、僕、最近こう見てて、右と左やること多いじゃないですか。ご自身、どっちの方が好きだな、右の方が好きだな、左の方が好きだなってあるんですか？そうですね、まあ、やりやすさで言うと、やっぱり左の方が、あ、なるほど、やりやすい感覚はあるんですけど、これはどういうことですか？ちょっとカットインもできるかな。そうですね、まあ、カットインもできますし、うん、左もできますし、うん、っていうところで、まあ、でも逆に右なんかは本当に手でカットインが上手いじゃないですか。まあ、そういうところ本当にすごいなと思うし、コータルも、ね、クロスもないし、そういう左手でも本当に吸収していきたいなと思っているので、あとね、まあ、聞く張りを通してね、いろんな選手にインタビューをしてるんですけど、宮市選手、このイケメンはイケメンですよね、皆さん、ね、ね、おー、ありがとうございます。あのスーツのモデルは東京1位だったんですか？ランク外でした、ね。おい何で枠外でした。皆さんどうしたんですか、どうしたんですか、これスーツのお願いしますよ、お願いしますよ、うん、で、まあ、それを置いといて、それを置いといて、
しても、宮城選手、喜んでる姿がね、画像に映ってくるんですよね。そう、みんなに聞くんですよ。本当ね、みんな喜んでくれてる。なんかこう、チームの太陽のような存在だったんですよ。いや、もっともっとね、光っていけたらいいんですけど、まあ本当にでも、マリノス、本当にいいチームだなっていう、本当に心の底から毎日毎日練習場行ってるたびに思ってますし。あれですか、3人目なんですけど、はい、どうでしょうね。はい、仲いいんですか。みんな仲いいですね。そうなんですね。仲いいんですよ、仲いい。いや、仲いいと思いますね。まあ、僕も J リーグが初めてのチームなんで、他のチームがどうなのかちょっとわかんないですけど、まあ、でも本当にみんないいキャラクターというか、まあ、それが今のマリノスの強みかもしれない。いや、本当にそれもあると思いますね。こんだけチームのために頑張れる選手が揃ってるとなかなかいないと思いますし。逆にこのチームの中で特に仲いい選手がいるんですか。そうですね、まあ水沼選手、佐根藤選手、はい、小池選手、小池選手、まあ、みんな仲いいですけど、まあ、その3人は特に食事のお席が一緒になったりとか、いやもう、コーダ君は本当助けられてますね。コーダはよくシャ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 、すごいですよね、私は、こんだけ声通る、ね、今日も多分道中したらマイクいらないじゃないですか。来てんじゃないですか、どっかに。いや、いいかな、コーダ君。そんな中で、プライベートはね、はい、まあ、この髪切ってですけど、はい、難しいと思いますけど、はい、プライベートの人は何ですか。そうですね、まあ、子供が2人いるんで、それこそ。子供2人、何歳何歳、まあ、4歳と2歳です。わー、かわいかった。めちゃくちゃララポールできますよ。もうね、そんな仕事を持ってたんですよ、ね、ね、はい、これララポールね、横浜さんはね、この今年で開業15周年。おー、そうですね。で、6月1日から6月30日までですね、ララポートとラゾーナ4冠、横浜、東京ベイ、そして富士、川崎、合同企画で大人アウトドアライブがスタートしてるんですね。で、家でいきなりインドアアウトドアライブ、いや、自分独身時代はインドアだったんですけど、やっぱこのメディア生活が、まあ、アウトドアというか、まあ、アウトドアというか、公園にひたすら行って、夏は虫取りとか、ね、そうですね、まあ、よくここで走り回ったりしてますね。へぇー、まあ、そうですね、よくお寿司屋さんに行ってます、あそこ沼津。あ、はい、沼津、皆さんこの後沼津行ってください。そうなんだ、よかったですね、沼津さん、よかったですね、沼津さんですよね。いやいや、もうほぼいます、毎週いますね。ジャズの時は、そうですね、じゃあ結構カットでかめるんですね。それがリフレッシュになる。そうですね、まあ、なるほど、そうですね、ちょっと分かりますね、なかったから。まあ、本当に宮城選手というとね、まあ、何の機構がたくさんあるんですけどね、まあ、ここに台本は作られて、ここに行ってくださいとかってあるんですけど、何の機構かな、今海外のところも聞いたしね。まあでもね、今リーグ、まあ、マリノスのリーグ戦、リーグがこう暫定首位じゃないですか、はい、ここまでどう、やっぱり手応えあるわけじゃないですか。何が良かったんですかね。まあ本当に、まずあんまりチームとして順位を気にしてなかったというか、そうなんだ、もう一戦一戦、全力でっていうチームとして、うん、まあ、監督もミーティングからそれは言ってましたし、うん、まあ、先を見るよりも目の前の一戦一戦、むしろその目の前の毎日練習に全てを出してほしいっていうのがミーティングがすごく見たので、ちょっとこれ聞きたいのは、はい、キミは、はい、例えば、負けた時、はい、この間で言うと福岡戦、はい、福岡戦の後はどういうことをミーティングとか選手に声かけするんですか。そうですね、まあ、ミーティングの中では本当に、まあ、負けた試合ですけど、うん、まあ、自分たちのサッカーをブレスにやっていこう、でやっぱり負けた試合の後のリカバリーっていうか、次の試合でどうリアクションするかが大事だからっていうことをまあ強調していってたので、まあ福岡戦の後、まあ、負けずに、はい、多分今年なんていうんですか、負
けた試合の後、多分